ある時はソロとして、またある時は東京事変として多くのヒット作を手掛けている。現代の J-POP 界における頂点でありながらミステリアスな部分も多い女王椎名林檎。今回は椎名林檎の面白いエピソードを50個紹介します。1978年11月25日に生まれた椎名林檎。多くのプロフィールで椎名の出身は福岡となっていますが、生まれは埼玉です。静岡、福岡と引っ越しをしましたが、ミュージシャンとしてキャリアをスタートさせたのが福岡であることから福岡出身と表記しているとのこと。椎名林檎の本名は椎名由美子であり、口述する中のいいアーティストも由美ちんとあだ名で呼んでいます。椎名林檎という名前の由来は、バンド活動がドラマーから始まったことからビートルズのリンゴスターが関係しています。そしてもう一つは照れ屋な性格で、照れると頬が赤くなることからリンゴと命名したそうです。またリンゴという名前が人ではなく個体を指すものであり、それは漫画家である吉田戦車にちなんでいるとも語っています。シュールなギャグを展開する彼と椎名は実際に雑誌で対談するなど、かなりのファンのようです。もともと幼少期からピアノやクラシックバレエを習っていた椎名ですが、先天的に食道が圧迫されて胃に食事が届かない先天性食道閉鎖症という大病のために手術を経験。これにより左右のバランスが取れない障害が残り、習い事を諦めた過去があります。また大ヒットしたシングル本能ではナース姿が強烈な印象を残していることから、椎名林檎イコール病院というイメージがある方は多いと思いますが、本人も幼少期から病院にいることが多かったので、病院が心地いいのかもしれないと語っています。本能など初期の活動でビビアン・ウェストウッドのアーマーリングを着用。このことと初期のロックサウンドから椎名林檎イコールビビアンという印象が強いですが、近年はステージでもグッチを着用していることが多く、グッチが好きな模様です。初期の楽曲がロック寄りだったことや、ニルバーナのカート・コバーンやセックス・ピストルズのシド・ビシャスの名前を歌詞に入れていることが多く、ギプスの PV はニルバーナの PV に対するオマージュをふんだんに盛り込んだことでロックファンからの支持も多かったようですが、本人は当時の音楽性を当時の彼氏の趣味と明言しています。とはいえ年齢的にレッド・ホット・チリ・ペッパーズ、ビョークといった洋楽に親しんでいた模様であり、レイジ・アゲインスト・ザ・マシーンも好きだったと語っているので、ロック好きなリンゴファンの方はぜひ気を落とさないでください。ビョークは世界的に有名なアイスランド出身の尖った表現の多いポップアーティストですが、かつて「アカネ・サスキロ・テラサレド」で「アイルランドの少女が歌う」という歌詞があり、椎名本人がアイスランドとアイルランドを間違えたとチョンボを告白しています。ちなみに東京事変でラジオに出演した際、椎名の英語は発音が綺麗と話題になり、亀田誠治から「ビョークの真似とかうまいじゃん」と言われ実演していましたが、極めて似ていると評判でした。ロックを前面に押し出した音楽性の頃、ロックスターは27歳で死ななければならないという手紙が届いたことがあると告白。カート・コバーンはロックミュージシャンが27歳で夭折した逸話から押し付けられたもので、大変迷惑な話です。これはデビュー10周年のインタビューで語られたものですが、この手紙を受け取る前に、私ロックスターじゃないし普通の人間ですからと笑い飛ばした椎名林檎。普通の人間かはともかく、無事30歳を迎えられたことには安心していました。その手紙を受けて椎名はヘルシーだからこそかっこいいと言い切りました。絶対ドラッグとかしないし、自分のアドレナリンだけで生き抜いてやると思っていると語り、そんな人間が作った三文ゴシップは通体筋に聞いてほしいとのこと。ある意味で一番ロックです。椎名は親友として宇多田ヒカルの名前を挙げており、これまでに3曲も一緒に歌っているほか、お互いをユミチン、ヒカルチンと呼び合うほど仲良しです。デビューがお互い東芝 EMI だったこともあり、 EMI ガールズを名乗っています。かつて椎名は盟友である宇多田ヒカルの結婚を祝し、ライブで宇多田の名曲トラベリングを朗々と歌い上げました。 EMI ガールズにおける私の相方宇多田ヒカル嬢が結婚しましたと語り、やり場のない胸の高鳴りを共有したいと曲を始める粋な演出でした。ちなみにお互いのカバーアルバムには両者とも参加しており、椎名はレターズ、宇多田は丸の内サディスティックをカバーしています。椎名は愛子と同じ音楽コンテスト出身ということもあり交流があるようで、椎名は愛子との出会いについて一生忘れないと語るほど印象的だった模様。過去にミュージックステーションで共演した際に2人で並んで語り合っています。椎名林檎より愛子は4歳ほど年上ですが、プリクラを一緒に撮るほど仲が良く、愛子はまだそのプリクラを持っていると語っていました。ちなみに椎名は色薄くなってないと色褪せを心配のようでした。この M ステの収録の少し前に愛子は渋谷で椎名を見かけており、あれ林檎やと思った愛子は林檎をとちょっと怖い声を出して追いかけたそうです。偶然ファッションも似たような感じだったらしく、2人で写真を撮ったとのこと。また愛子が山下達郎のライブを見に行った際にも、何かいい匂いがするなと思い、その匂いの方を振り向いたら椎名林檎がいたそうです。デビュー当時の椎名林檎について可愛らしかったと語る愛子。
当時椎名は高1でツインテールなどまだまだ子供らしいファッションをしていたようですが、愛子は私もツインテールやった、ごめんと自分を振り返って謝りました。ちなみに椎名は愛子による暴露を横で聞いて、黒歴史やめてと恥ずかしがりました。私言わないようにしてるでしょと本当にちょっと怒った様子であり、この話疲れますよね本当にとタモリに助けを求めていました。丸の内サディスティックに出てくるようにベンジーことブランキージェットシティ浅井健一の大ファンだと語る椎名林檎、罪と罰において浅井のギターを収録したいと考えており、ギター抜きの音源に熱い気持ちを綴った手紙を添えて浅井に送ったそうです。ちなみに罪と罰の最後に流れるハブエも浅井健一によるものです。その後ラジオに浅井を招いてトークを繰り広げた椎名ですが、緊張と興奮のあまり舞い上がってしまい、ただのファンになっていました。また浅井自体が口下手であまり多くを話さない人物であり、テンパった椎名と口数が少ない浅井によるラジオはかなりギクシャクしたものになりましたが、浅井が緊張したと語っており、双方かなり緊張していた模様です。椎名が一方的にベンジーへの愛を語り続ける形になったこの回で PV の話になり、ボクシングのやつも好き、俺あんまり好きじゃない、でもとても綺麗じゃないですか、でもあんまり好きじゃないんだ、ぐすん、わかりましたと悲しそうな椎名林檎がいました。その PV は小さな恋のメロディのものです。ちなみに椎名林檎が一番好きなブランキーの曲はロメオであり、浅井健一のバンドではシャーベッツが一番好きだと語っています。これまでいろんなアーティストの楽曲に参加し、カバー曲の幅も広い椎名林檎、2019には爆竹のトリビュートアルバムに参加し、2023年に旧姓されたボーカルの桜井敦史とシングル駆け落ちコンポを発表しています。ちなみに自身のファンクラブ限定日記にも爆竹のファンクラブに入り、顔にも BT とペイントするなど相当なファンであることが報告されています。女優の川口春奈が過去に寿司屋に入った時、カウンターがこの字であり、向かい合って椎名林檎が座っていたとテレビで語っていました。ファンだったため緊張していたそうですが、一貫一貫すごく色っぽく食べていて、なんだこの空間は幸せと語っていました。ちなみに椎名林檎はずっとイカばっかり頼んでいたそうです。過去にニュースステーションに出演した際、最後の晩餐は何がいいか久米宏に尋ねられ、納豆、味噌汁、焼き鮭と和食を熱望していました。椎名林檎の兄である椎名純平もシンガーソングライターであり、 R&B など椎名よりさらにブラックミュージックの要素が強い音楽性で活動していますが、姉妹でデュエットしたり兄弟仲はいい模様です。ちなみに椎名林檎は兄の純平の影響から R&B やジャズを聴き、ソイル&ピンプセッションズと林檎がコラボレーションしたり、純平のバンドにソイルのメンバーが参加したりと、音楽業界で兄弟をしている都合で共通点が多いです。ちなみに椎名林檎のライブ映像集性的ヒーリングシリーズですが、この曲名はマーヴィン・ゲイの名曲であるセクシャルヒーリングから取られています。椎名林檎の思わせぶりな作風に負けず、原曲もなかなかのセクシーな曲です。チュートリアルの徳井義美との対談でやたら胸を強調した格好で登場した椎名林檎、好きな食べ物について聞かれて少し考えて人参と発言し、得意もまさか食材で来るとはと返答する珍妙な映像が一時期バズりました。ちなみに兄の純平にはじゃあ椎名人参にしたらよかったじゃんと的確に突っ込まれていました。椎名の人参の好きな食べ方は特に人参である必要もない存在な料理でこそ実力を発揮すると思うんですよねと愛があるのかないのかわからない回答でした。得意が車に乗り込むと椎名は本物や物本やと小さなボケを入れ、得意もこっちのセリフですよと小さく突っ込みながらこの対談は始まりました。ちなみに椎名がどんな感じで来るのかわからなくて悩んでいた得意に対し、こんな感じで来たら嫌だなとか考えてきたんですかと言い、追撃で日本刀持ってたりとかガラス割ってたりとかと過去の PV をネタにしました。とある芸能人が椎名林檎と仲が良く代々木八幡で待ち合わせしたところ、その芸能人が遠目にやたら白い人がいるなと思っていたら椎名が白衣で立っていたと、得意はメイクさんからまた聞きして椎名本人に話しましたが、さすがに否定していました。椎名は酒があまり強くないそうで結構やらかした結果悪名が轟いているらしく、博多の街ではビニールシートがかけてある屋台を勝手に引いて誰かが回収しに行ったと逸話を語っています。また椎名は最初酒が強いと思っていたらしく、一杯目から焼酎ロックだったそうです。得意は椎名に対してライブ中や PV でのデコルテが素晴らしいと発言しました。何かケアをしているのかと聞かれ、母乳をあげたりしてるし怠っていますとのこと。得意に男だったら抱きたい女優とかいるんですかと聞かれた椎名は二階堂ふみか牧陽子と即答していました。
キングヌーの常田大輝率いるミレニアムパレードとコラボしたことが最近話題になりましたが、常田がまだ芸大に在学してサーバビンチでの初ライブをたまたま見たことから交流があります。ちなみに初めて常田と会ったクラブを悪いクラブだったと形容しています。椎名は初期に左の口元にあるほくろがトレードマークでしたが、このほくろについて沢口靖子やマドンナのような口元にほくろがある女性に憧れてペンで描いていたら本当にほくろができてしまったという仰天エピソードを語っています。 PV リンゴの歌ではそれまでの PV を振り返りながら最終的にほくろを除去した素顔を披露し話題になりましたが、現在またほくろが復活してしまったとのこと。椎名林檎の大ヒット曲の一つである歌舞伎町の女王ですが、この曲が完成するまで椎名は歌舞伎町に行ったことがなかったと語っています。いかがだったでしょうか。今回の動画が面白かったと思う方はチャンネル登録よろしくお願いします。